お初にお目にかかります、閣下。私はヨウテ、不死鳥教団の一翼にして我らの宗主たるジョシア様の警護を務めているものです。なるほど、あなた方がジョシアを。不死鳥教団って？ロズフィールド太后家を陰から支えてきた一族だ。接触が許されるのは太后位の継承者のみだから、俺も多くは知らない。フェニックスゲートで行われていた典型の儀式を取りまとめていたのも彼らだよ。18年前のあの日、僕は教団に保護されていた。そしてロザリアを出てからは彼女と一緒に旅をしてきたんだ。ヨーテがいなかったら、おそらく僕は今日まで生きていない。立ってくれ、ヨーテ教。心から感謝を。弟をよく守ってくれた。身に余るお言葉。ヨーテ、例の件の報告を。はい、ご推察通り、クリスタル自治領の最下の晩に沖合にあった船影、あれはアインヘリアルに間違いありません。やはりそうか。待ってくれ、アインヘリアルが出てきているだと？ウォールード王国の機関だぞ。ドレイクファングの件にウォールードが絡んでいたのは僕も知ってる。その陰にもアルテマの気配を感じて、教団を使って少し調べていたんだ。アインヘリアルは最下の混乱に乗じて自治領島を離れた後、カンベルへ向かっています。それじゃ今カンベルを襲っているというアカシアは？ウォールード軍の慣れの果て。そして帰還が出ている以上、国王バルナバス・ザルムもきっと近くに。このままではうちの倉庫が。足跡もはどこから？そんなこと言ってる場合か。状況ではやってられん。この議事堂は平気なんだろうな？ああ、ここの都市警備隊が働いてくれている。所詮は金で雇った傭兵だろう。少しは静かにできないのか、旦那方。商材も船もみんな壊された。まともな荷物は何一つ残っていない。カンベルはもうおしまいだ。この後に及んで金の心配とは見下げた癒しさだな、商人。金のことすら思案できん為政者が一体何になる？何を貴様！お集まりの皆々様、おごそかな議会を騒ぎ立ててしまい申し訳ございません。あなたはウォールードの王がなぜここに？この館はいかがです？ひとときの滞在には手頃な広さかと。よかろう。王よ、お助けください。どうか外にあふれかえるあのアカシアどもを。金が入りようでしたらいくらでもお望みの額を工面いたします。王がこの場にいらっしゃることこそ神のおぼし召しに違いありません。どうか我らをお救いください。知れ者のよくさえずること。バルナバス王よ、知らせによれば町にあふれるアカシアどもはそのほとんどがウォールード兵だという。ご説明いただけるのでしょうな？もしや貴公らが送り込んだのか？出会え、この者たちを捕らえるのだ。
くだらん。無様な。貴様らごときに神が一体何を思うというのだ。シドルファスの意志を受け継ぐ小娘、あれもまたミュトスとつながる思念の一端。小娘の思念に惹かれて、じきにミュトスがこの地に現れよう。丁重にもてなせ。はい、仰せのままに。ミュトス、バハムートを食ったお前の力見せてみろ。それじゃウォールードはすでにアルテマの手中にあると。おそらくね。ここ数年のウォールードの動きは、国王が進んで手を貸しているようにさえ見える。アルテマは一体何を企んでる。ヨーテ、あの絵を。フェニックスゲートやドレイクブレスにあったものと同じだわ。古い時代の宗教がさ、今はもうすっかり廃れてしまって、当初の教えは残っていない。フェニックスゲートのものも形式的で特に意味はないんだ。でもこの絵こそ奴の目的を知る鍵だと思ってる。全ての召喚獣を従える存在、これはきっとアルテマのことだろう。アルテマは人知を超えた、そう、まさに神と呼ぶべき存在だ。そしてウォールードの国王バルナバス・ザルム、召喚獣オーディンのドミナントも奴の元にある。目的はわからない。だけど兄さん、アルテマが兄さんを狙っているということだけは間違いないんだ。十分に気をつけてほしい。ああ、分かった、そうしよう。彼女に兄さんの仲間のことを伝えても。構わないさ。ヨーテ、僕たちはこのままカンベルへ向かう。君は兄さんたちの隠れ家に向かい、そのまま警護についてほしい。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス、大きな戦いがこの先訪れる。君の力で皆さんを守るんだ。しかしジョシア様。兄さんが僕を守ってくれる。大丈夫。はい、あなたの望みならそうします。ですが決して危険なことはなさらないで、どうか。気をつけよう。それでは失礼します。ご分を。ありがとう、両手。
行こうか、兄さん。いい住所を持ったようだな。助かってるよ。さあ、カンベレへ急ごう。